しました。それでは囲み取材を始めます。まずは不正に関する質問をお受けいたします。お願いします、はい、一部報道されているんですが、地方消費税の配分見直しが政府に行われるということで、政府の方針だと大阪はかなり減る見通しのようなんですけれども、これどのように受け止めますか？いや、これはね、減るから反対じゃなくて、そもそもの趣旨ともう違ってきてると思ってます。地方消費税というの、消費税というのは最終消費地で、税を最終消費地のが税を受け取る仕組みになっているのに、それ以外の、形で、安分するルールを変えるということは、これはまさに国の、中央集権の中の、要は、配分、だから今、東京都以外、我々みんなね、交付税いただいているけど、そんなようなものになってしまって、地方の独自の財源ということにならないと思います。だからもう、とにかくね、そもそも、この地方、国と地方での消費税の安分というのは、地方独自の財源として、最終消費地がそれだけの、財源を確保できると、だからこそ頑張るわけですよ、みんな。例えば僕なら大阪府で消費してもらおうということで、みんなそれぞれ知恵を出して努力して税収を上げるために頑張っていくのに、それ以外のところの、なんか人口安分とか高齢者安分、そういうふうな形でやられてしまうと、頑張ってるところが、報われないよ。結局は霞が関が、の決めた配分ルールで、税を交付税的に分けるということになってしまいます。これじゃやっぱり地方分権に逆行する仕組みになってしまうと思いますね。これなんですけれども、三都物語といいますか、愛知、東京とかなり組みやすいテーマじゃないかな。いや、それ事実なら徹底的に反対します。これは要は、地方の独自財源というね、地方分権にまさに逆行している、中央集権で交付税に切り替えるという、そういう税配分の仕組みになるので、それは徹底して反対します。この件で小池さんや大村さんに声をかけになるというのは、いや、これまずそこまで事実かどうか、まだ新聞記事だけなんで、今我々もちょっと情報を収集してますけども、今のところ財務省の一つの案というだけで、ね、それがそちらの方に流れが、進んでいるというのは聞いておりません。あとですか、先日訴訟のおりました区立高校の、高校生の髪の毛を黒く染めなきゃいけないという問題なんですけど、これは知事はどういうふうに受け止めますか？これまずはね、基本は教育庁の判断になるけど、僕はもう要は生まれついての身体特徴をね、もうなぜ変える必要があるのかっていうところで大いに疑問は持ってます。要はこれもおかしいのは、天然パーマはね、これは特に大きな問題にならない。だから教育庁がいろいろと判断するでしょうけども、まさにその生徒個人 の人権というものを、捉えて、これは対処していくべきだとは思います。ただ教育長から聞いているのは、事実に対しては多少、事実誤認があるというようなことも聞いているので、そこを何が事実なのかははっきりしながらね、生徒に寄り添う対応してもらいたいと思っています。事実誤認というのはどういったところなんですか？どの時点でね、そこまでの指導があったのかというところについては、やっぱり学校は学校の言い分があるらしいです。その生まれついての金髪の外国人の人でも黒く染めさせることになるという発言があったという訴状になっているんですけれども、そういう事実関係があったということ、だからその辺の事実関係を今教育庁の方で今調べてるけど、
生まれついての金髪の子供をね、あの黒服染めなさいなんていう、もう発言がもしあったとしたらその教師は失格だしね、うん、その辺はないと思いますけどね。まあ今事実関係を、調査しているところです。吉本さん、僕は訴訟の当事者なわけですけれども、うん、今後の和解とかそういうふうに目指していく、だから事実関係が明らかになるようなあの形で、訴訟を訴えられているわけですから、その辺は訴訟の中で明らかにしたい。ただ訴訟とこの子どもに寄り添うのは別なんでね、はい、この子どもたちに寄り添う形で、教育行政を進めてもらいたいと、こう思ってます。他にございませんでしょうか。政務に移ります。政務に関する質問をお願いします。うん、丸山穂高さんがですね、今日東京で、離党を表明されて記者会見をされたんですけれども、うん、昨日提出されたと思うんですが、松井代表、どのように運営に入ったか。これ、馬場幹事長から聞きましたけど、まあ、離党したい、その一点張りで、馬場幹事長は遺留したらしいですけど、ちょっとあまりに僕自身は、丸山議員と会ったわけではないんでね、その理屈がよく分かりません。橋本代表にね、ツイッターで、まあ、こう、批判されたからって、それは理由にならないと思います。要は、党内で中へ向いては自由に発言を許してるわけですし、で、丸山議員についてはね、馬場幹事長も、彼が、いろいろこう事件というか、ことを、まあ、障害的なことを、ね、起こした時も馬場幹事長はみんなかばったわけだし、でそういう中でその橋本代表に、まあ、ツイッターという、ところで、こう批判をされたから、それで離党の理由というのがもうよくわかりませんね。ご本人の会見でおっしゃるところによるとですね、まあ、橋本さんは詩人ということになってるけれども、今も逆らえない人だと思うんですが、それは彼がそう思い込んでるだけでね、橋本さんが、の意思決定に参画しているわけではありませんから、だから逆らわないで、今回の件も、別に、言葉の使い方を注意されてるだけなんでね、まあ、橋本さんは、党の中でね、総括も必要だし、必要とあれば代表選やるべきだということも言ってるわけなんで、だから内容については、丸山君の言ってることを否定してるわけではないんでね、だから、逆らうとか逆らわないとかそんな話はないと思います。同様にですね、党内には声を上げにくい雰囲気があるというような趣旨のこともおっしゃっているんですが、そのために離党してけじめをつけてこうやって発言するということらしいんです。離党するんなら党内でもの言えばいいじゃないですか。そんな雰囲気ってそんなものはないです、この間、府議団の断層でもね、青野前議員がやっぱり言いたいこと言ってるし、府議団の断層なんてフルオープンでみんな言いたいこと言って、最後は決まったことに従ってるだけです。関連して離党届の扱いなんですけれども、これから受理されるおつもりですか。まあそうなるんでしょうね。もうすでにされているということではない。いや、僕は聞いたのは昨日なんで、提出がされたということですが、もう出ていくということなんでね、これは馬場幹事長が遺留したにもかかわらず、出ていくんだということで、こう提出されてるんだから、まあそれは認めざるを得ないんでしょうね。今回馬場幹事長はどういう意図を持って遺留を指導されたんでしょうか。その理屈がわからないからです。要は言いたいことあれば中で言うんやというのが馬場幹事長の考えです。
受理しないでですね、登記を乱したということで、逆に除名処分するということはありますか？いや、もう、その登記を乱したとかどうのこうのというのは、僕は考えてないし、ね、ただ中で言うことを外で言ったというところだけですか。もう離党は離党でいいんじゃないかなと思います。そのまま離党では受理する。まあそうでしょうね。とはいえ、まあ、今回小選挙区で維新の会というのは、まあ、3議席しか獲得できない、その中の一人の小選挙区選出議員がこういうふうに離党という形になったことについて、まあ、つい代表の受け止めと。だから理屈がわからないと、ええ、小選挙区で通ったのは自分一人の力だけじゃないでしょう、うん、で、橋本さんに、まあ少し、こう攻撃をされ叱られたら、ね、うん、その小選挙区で、応援していただいた人たちというのは丸山議員個人だけじゃないんじゃないですかね、うん、そういうところもこう理解ができないいうので本当に、もう少し大人になればいいのになと思いますね。改めてですけれども、説得して、うん、その、まあ、本位させるという気持ちはないんでしょうか？いや、もう馬場幹事長はそれはやりました。代表ご自身が遺留されるおつもりはないんですか？だってそれは馬場幹事長でダメで僕で OK ということはないでしょう。組織として対応してるんです。党内から、まあ、小選挙区で、まあ、3回当選したことでちょっとまあ偉そうにしてるみたいな声があるというふうに、まあ、取材で、得てて、そういうの辺がその 中での その恨み合いとかそういうことが影響しているとはいうふうに考えられますか？いや、そんなのどこの政党にもありますよ。自民党だろうが民進党だろうが、中で人間関係の中では好き嫌いがいっぱいあるわけですから、自民党の派閥でもそうじゃないですか。だからそういうことを乗り越えているのが、大人の政治家として認められることになるんじゃないですかね。それはそういうふうに、その、まあ、偉そうにするとか、そういうふうに見てる側の人たちのことをこう、まあ、党内の中で、まあ、そういうことを言わないようにしていこうよっていうような空気というのが生まれないと思うんですか？いや、それどこの人間ですから、感情はみんなにあります。どの政党も一人一人感情の中で、こう、様々な発言があるわけですから、うん、それこそもうそういう発言をすべて押さえつけていくというのも方が、これは自由な発言をね、これを阻害することになると思いますから、まあそれは人間ですから感情でものを言うときはあります、うん、でもその言われたことを何くそと思って、変えていけばいいだけだと思うんですよね。個人が一人一人がね、そうやって偉そうにって言われるんやったら偉そうじゃないようにしていくとかね、うん、偉そうにしても認められる人になるとか、うん、それは個人が成長する、成長していけば問題ないと僕はそう思いますけどね。総合から、すいません、次の予定がございますので最後の質問とさせてください。総合から今日に至るまで丸山議員は橋本さんと、まあ、一度もまだ直接的に話はしてないということを今日の会見でおっしゃってたんですけども、その、まあ、当事者同士の話し合いがない中でこうもう離党届を出したっていうふうに話したいと思います。いや、当事者同士ってこれツイッター上の話でしょ、うん、まあ、橋本さんにすれば詩人なのになぜいちいち丸山さんと会わないかんのっていうこともあるんじゃないですか、うん、要は注意されたのは言葉の使い方であって、内容については別に、それは認められているんだから、うん、だからまあそこまで何を追い詰められてるのか僕には分かりませんね、彼が、うん、何をそこまで、こう向きになるのかも分かりません、うん、それでは囲み取材終了いたします。ありがとうございました。